はい、どうも皆さん、ケンです。多分年明け後には顔出しするのは初めてなんで、明けましておめでとうございます。どうも本年も謎の霊箱仕事に剣をよろしくお願いします。今日はね、どこだと思いますか。わかんねえよね、こんな歩いてるんで。今日はわかるかな、どこに来たかわかるかな、わかるかな。ここはね、宮城県松島町にあります。松島に来ました。はい、あれですね、日本三景、そうです、日本三景です。日本三景松島に、宮城県の天然記念物みたいなね。感じですよね。ちゃんと撮影しようと思ってたんだけど、ちゃんとメモリーを整理してなかった。ほんと大事です。まめということで、今松島来てます。はいね、さっき紹介した通りで、これからちょっと松島の中で散策していきたいと思います。とりあえず船に乗ってさ、松島の方をちょっと紹介したいと思いますよ。もうちょっとで船の出航時間なんで、ちょっと船に乗りましょう。皆さん、せっかくだから松島って言ったら、売りは島なんでね、松の島なんで、それを皆さんに紹介します。じゃあ行きましょう。いかがでしょうか。いろんな種類があるのかな、船。船もなんかありますね、いろいろ。何なんですかね、これ。高い船もあるし、安い船もあるし、何かコースが違うのかな。何なんですかこれは。いろんなコースありますけど、これが日数50分コース、あとは場所として、これが塩釜行く船、これが松島を一周する船。なるほど、なる。あ、グリーン席っていうのは何ですか。2階グリーン席、グリーン席って大船の2階室、グリーンで、グリーン席となっているんですけど、1つが600円のグリーンなんで、こちらが無料になっています。リーナルコースとしてこちらから大きく回ってますから、おー、時間いっぱい回るのはこれ、50分50分のやらになります。で、ニューマルコースですね、はあ、この赤いラインのコース行きます。はい、大寄り名島と有名な島、三重島。はい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 、はい。さらに浮世出ましてね、はい、北が新鳥の島、桂島とか、はい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 、はい、うん。この辺を見学しながら大きく50分のような。なるほど。で、料金が1500円。はいはい。ああ、今安いんですね。で、まあ、その、ね、コースは、ね、同じお船になりますけどもね、はい、これ、青い点線のコースを行くんですよ。ああ、じゃあ、対してあっちの方まで、桂島とかの方まで行かないんだ。はい、あ、じゃあそっちの方がいいですね、はい、これ。その二王丸、はい。二王丸はグリーン席みたいなのはない。グリーン席でございます。一つは600円のところになります。なるほど。はい、プラス600円で。プラス600円になります。なるほど。わ、はい、かりました、はい。はい、ありがとうございます。これにしましょうね。ありがとうございます。はい。ちょっと待ってくださいね。今止めます。出てきましたよ。なんかね、今。やっぱ、カキとかイカ焼き、いろんな店がありますね。いろんなお店がある。やっぱいつもこう国道を走ってくると気になってる店があるんですよね。走ってるといつもね、海鮮とか置いてて気になってる店があそこにあるんです。ちょうどカーブになってて、
こう速度が落ちるから余計ここの海鮮焼きとかが気になっちゃって、ちょっとまあ俺宮城県民なんですけどあんまここ食べたことないんで、ちょっとなんか食べてみましょうか、皆さん食べてみましょう、まあ、お店の方から取ってもいいよって言われたんで来ました。これお姉さんなんて読むんですか、ニッパチ屋、ニハチ屋、ニハチ屋、ニハチ屋さん、はあ、いつも気になるんですよねここ。俺トラック運転手なんですけど、ちょうどカーブで速度落ちたところにこれがね、いつも目についてるの、このカキとかサザエ、イカが。でいつか食べてやろうと思ってね、今日休みだから来てみたんですよ。めっちゃうまそうっすね、カキ。いやー、大きいっすね、やっぱり。イカもふわ、ねえ、イカもふわふわしてる。ちょっとアップで撮れっていう指示があったんで、ホタテもありますよ。いや、ないですけど、一応、アップで撮るとみんなに美味しさが伝わっかなと思って。うまそう、これ。今頼みます。ねえ、すごいっすよね。え、3年？3年でここまでなんですか？わんないじゃないので。ちなみにお姉さん何年もので？内緒、内緒ですか？すいません、女性にちょっとそういうことは失礼ですね。ちょっとなんか頼んで食べてみましょう、はい、今ね、イカの方が届きました。これはやばいね、焼きイカ。ちゃんと小さく切ってくれてるから食べやすいっすね。結構俺イカだとね、ゲソの方が好きなんですけど、今日は身にしてみました。めちゃくちゃ美味しそう、ちょっと食べてみたいと思います。うわ、やばいなこれ、たまらん、たまらん。はい、皆さん、さらにやばいものが届きましたよ。これはやばい、好きな人にはもうやばい。見てください、これ何だと思いますか？生ガキですよ、生ガキ。はあ、これ、はあ、意外と松島のカキって小ぶりって言うんだけど、これ全然小ぶりじゃねえじゃんね。うわー、これあー、もう、あ、もうちゃんと剥いてあった。あーね、剥いてあって食べやすいようにしてある。俺はね、何もつけずこのままいきたいと思います。食べます、はい、いただきます。音楽やってから使えないよ、さっきからずっと音楽流れてるよね。音声なしですか、心配ですね。音声、音楽やってから載せれない、音声つけてよ、うん、ね、全然込み。ありがとうございました、とても美味しくいただきました。また来てみますよ。ありがとうございました。どうもー。ありがとうございました。今ね、チケットの方買ってきたんですけど、まだ出発までね、若干時間が空くってことで、今五大堂ですかね、松島の五大堂、ここ私まだ行ったことないんで、そちらの方ちょっと行ってみたいと思います。あの45号沿いにありますよね、ポコッと出た島が。みんなわかる？重要文化財って書いてる五大堂、ちょっと行ってみましょう。これは何なんでしょうかね、五大堂っていうのは。そもそも
なんでしょうか。伊達政宗が作ったものなんですよね、きっと。おそらくそうでしょう。多分そういうことにしときますかね。伊達政宗の作った別荘ですかね、うん、どうもなんか違うような気がしますね。伊達政宗がこんなところに別荘を作るのかっていう話でちょっとわかんないですけども、なんか、うん、わかりませんけど、多分ちょっと伊達政宗が作ったものなんじゃないかなっていうようなちょっと噂を聞きました。とこ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 瑞岩寺五大堂、ほう、瑞、なるほど。うわー、なんか結構な橋ですね、これ。やばいな、これ。足のサイズちっちゃい人だぞ。やばいね、落ちちゃうよ、これ。とことこ歩いてきました。なんかここにもちっちゃいお堂がありますけど、これちょっと叱ったのか。これほんと初めてなんですよ。ここまで来ないもんね。これなんですね。中は見えないな。これが五大堂なんですね。これが五大堂。何なんでしょうか、一体。でもすごいですね、作りがね。それはきっと、あぜくら作りですよ。はい、全然違います。適当に自分の知ってるこの作りを言ったらいい。あ、こっちが正面なんだ。なるほどね。あ、書いてますね。あ、瑞岩寺五大堂。瑞岩寺五大堂。んちゃらかんちゃらが、んちゃかかんちゃが、坂の上田村麻呂に対する、武者門堂に、五大なんとかかんちゃら、ゆっくり読んでみてください、これ。はい。33年に一度見れるそうです。次に見れるのはいつなの？書いてませんけど。はい。こういう感じだそうです。皆さん読んでみてください。ここから、結構あれですね。真っ白の方も綺麗に見えますわ。あ、こんな感じで。見えますか？綺麗に真っ白のはもう見えます。もう少しでいい。夕方まだ早い。夕日が綺麗だよなんて言おうかと思ったら全然ですね。いいっすね。こんなところにあります。はい、今ね、これから挑戦しますよ。今日は二王丸。これ新しい船ですね。ピカピカですよ。新車。新車です。おじさん一生懸命掃除してます。これでね、マスクマスを設置したいと思います。
ない船はめっちゃ揺れそうだね。有名な島が見えてきましたよ、目の前に。この船と同じ名前ですね。この島が一番有名な島です。よく壊れないで、何十年もこんなちっちゃいままあれしてんなと思うんだけど、これ、ああいう船もやっぱりさすがにゆっくりゆっくり走ってくれましたね。これしてる感が半端ねえな、これが。自然の姿ではちょっとないような気がしないでもないんですけど、あんまり言うとディスってしまうような感じになるんで、自然な感じしてませんけど、一番有名の島のようです。これすごい形してるね。なんですけど、寒くて寒くてちょっと挫折しちゃって、その後ちょっと居眠りもこいてしまって、あんま島の方撮ってないっていう感じなんですけどね。松島です。まあ今度そのうちなんで、ね、この島だけじゃなくてね、ここに随岸寺とかそういうのもあるんで、そっちの方も紹介できればかなと思ってますよ。とりあえず今日はここまでってことでね、日も暮れてきたんで、まだ松島の方を紹介できればなと思ってます。皆さんご視聴ありがとうございました。